1>, 1分でわかる稲姫のヤバいエピソード3戦。1、父親がヤバい。稲姫は1573年、天正元年に、本田忠勝と、側室の乙女の方との間に生まれた。この忠勝は、徳川家の中でも最強の武将であり、一説によれば、戦国最強の武将が忠勝と言われている。また、1573年、天正元年といえば、三方ヶ原の戦いの力としてあり、当時の徳川家としては、いろいろと大変な時期に稲姫は生まれたのである。2、向こう選びがヤバい。家康が稲姫の向こう方を集めて、好きなのを選ぶが良いと勧めたところ、稲姫は男性の曲げを次々と掴んで、顔を覗き 引き込んだ家康の面前ということと忠勝の娘ということで誰もが口をつぐんでいるにもかかわらず真田信行だけはその無礼を許さず稲姫の手を扇で払いのけたのであるその結果稲姫は信行のこの武士らしい対応を気に入り信行の妻になることを決めたのである三政幸に気に入られる稲姫と信行が結婚することに対して政幸は乗り気でなかったとされるしかし実際に嫁いできた稲姫を政幸はすぐに気に入り信行には過ぎたる嫁だと述べたと伝えられている。